Buenos días。おはようございます。何ですか、スペイン語もできないんですか。私今スペイン語を勉強していて、うんうん、チャオとか、うん、グラッチェとか。イタリア語じゃないですか。今日のデイリーマインドセットですけど、はい、目標を一直線に持て、あっちこっちするな。もうこの通りなんですけど、うんうん、私兄さんちょっと具体的に教えてください。目標ってみんなあると思うんですよ。夢とか目標とかゴールっていうのがみんなあって、達成したいことってみんなあると思うんですよね。収入がこれぐらいになりたいなとか、こういうスキル身につけたいなとか、こういう旅行、こういうとこに旅行に行きたいとか、奥さんに出会いたいとか、いろいろ目標ってあると思うんですけど、やっぱよそ見をしない方が早く到着できるんですよ。で、僕自身がそのいろいろ、いろんな人と関わってきて見てて、どうしても目標達成できない、なんかこういうゴールはあって夢はあるけどなかなか達成できないっていう人を見てきて、いつも思うのがよそ見ばかりしてるんですよ。そう、よそ見をして回り道っていうのかな、そのなんとかな、急がば回れっていうことわざがあって、その何か目標あったらなんかその、うん、そこになんとかな時間かけて行った方がいいよっていう話はあるんですけど、もちろんそれは僕はそう思ってるんですけど、その無駄なことに目を奪われてたらそれは完全に無駄な遠回りなんですよ。で、必要な最低限な遠回りであればそれは必要なんですけど、それ以外のなんか全く違うことをやっていると本当になんかブレてきて、フォーカスがブレてきて、最終的にその目標を一生手にできるしない、できないっていうことがやっぱあるんですよね。で、例えば今僕がすごく今フォーカスしていることっていうのがあって、それちょっとシェアしたいんですけど、それはやっぱ家族なんですよ。で、家族を本当に幸せな家族っていうか、理想の家族っていうか、自分が追い求めているその姿っていうのを今目標として持ってて、で、やっぱり奥さんであったりその子供たちに対してすごくその、例えば10年後20年後30年後40年後にこう、こういうふうになり、ありたいっていうのがやっぱあるんですね、目標が、はい、で、やっぱりそのためにやっぱり今やらなきゃいけないこととかやっぱあるんですよね。例えば僕の友人とか弁護士の方とか建築の方とか友人がいるんですけど、やっぱり彼らがちょっと女遊びに行こうよとか、ちょっと可愛いあの子がいるよとか、なんかそういうまあ女性の誘惑がありますよね、うん、で僕はそれでいつも断るんですよ。いやちょっと俺はって言って、で偉いですね。でお前はゲイかっていつも言われるんですよ。でこの前もなんかゲイのなんかポスターみたいなの持ってこられて、お前にプレゼントしてやるって言われて、なんかお前はゲイだっていう、で僕は、うん、オッケーオッケーとか言って、なんか男なのにそうやって浮気しないのはおかしいって言われるんですよ、うん、でもちろんそれはい、ってことで音声を聞いてもらったわけですが、まあ、今日もお金と資産を守って家族と、ね、子孫を繁栄させる X ファミリーオフィスで公開されている特典の一部ですね、特典音声の一部を紹介いたしました、まあ、この音声のフルバージョンを手に入れつつ、しかも自分のね、お金を守って生活の余裕を取り戻したいと、そんな風に考えているのであれば、今すぐですね、この下のリンクをクリックして X ファミリーオフィスの詳細をぜひチェックしてほしいなと思います。で、この下のリンク先をクリックした先で、まあ、レポートが出てくるんですけど、そのレポートは読むだけで得をします。借金まみれの男がどうやってお金と生活を取り戻して自分らしい転職と出会ったのかだったり、どうして借金まみれになったのか、借金を引き寄せるある性格的特徴とはだったり、人生を変える時のジレンマ、それを乗り越える方法とはだったり、そんな興味深い質問の答えがこのレポートを読むだけで手に入ることになります。まあそんな風に役に立つだけでなく、まあ、読んでいて面白いと思える、そんな内容の永久保存版レポートになってますので、僕自身はプリントアウトして保存して、まあ、時折読み返しています。なのであなたにもお勧めしたいと思っています。ってことで今日のデイリーマインドセットの感想についてお話ししていきたいと思います。目標を一直線に持てっていうことで、まあ、仙人さんは家族のことを例えに出していましたが、まあ、本当にその通りだなと思います。僕自身もこうあちこちと行っていろいろと遠回りをして10年ぐらいを無駄じゃないんですけど10年ぐらい過ごした経緯がありますので、僕の場合は家族のことじゃなくて自分の仕事に関してですね、もっと一直線にやっとけばよかったなって今思ったら、そう思ってしまうっていうことですよね。自分の好きな仕事とか情熱が持てる仕事って何なのかなって考えて結構ぐるぐるして
うん、いました。で今も自分が情熱を持てる仕事って何なのかなって、こう何なんですかって言われるとよく分かりません。でも今はそのセールスとかパブリックスピーキングとかマーケティングとかコミュニケーションのスキルをひたすら磨くことにしています。これなぜかっていうと、まあ、これらのスキルさえあれば自分が好きなことを見つけた時、情熱があることを見つけた時に、うん、すぐにそれをビジネスにしたり大きく拡大したりいろんな人に広めたりっていうことが可能になるかなと思っているからです。このセールスとかパブリックスピーキングとかマーケティングとかコミュニケーションっていうスキルはですね、もう何にしろレバレッジが効くというか必ず役に立つなってそういうふうに感じているからです。やりたい事業が見つかった時に、まあ、貯金してればこうスムーズにねその事業を始められるのと同じように、まあ、これらのスキルをしっかりと磨いておけばやりたいことがね見つかった時にすぐにビジネスにつなげることができるだろうと、そんなふうに考えてるからなんですね。そう、そのように考えて、まあ、そういうふうに決めた瞬間からあちこちしなくなったんですけど、まあ、セールスなどのスキル磨きに、まあ、今は精進してずっとこう磨いていたら、逆にそのセールスそのものが情熱になっていた、うん、なったなと今はそういうふうに思います。もしなのであなたが何かやりたいと、うん、もしくは何やったらいいかわからないって思うんだったら、とりあえずこのセールスだったりマーケティングっていうのを学ぶことを僕自身は強くお勧めします。そうしておけば本当好きなことが見つかった時に一気にそれをビジネスにしたり大きく展開させたりすることが可能になるからです。でもね、まあ、話が少し変わっているんですけど、まあ、僕自身は今そういうスキル磨きっていうところに一直線にこう行ってます。もちろんねその中でブレたりしたりいろんな問題があったりやる気が失せてしまったり目標が見つからなくなったりいろいろあるわけですけども、まあ、これからもしっかりとね、自分のセルフイメージをしっかり持ってマインドセットを固めて、一直線に精進していきたいなってそんな風に感じています。はい。で、まあ、このね音声の続きの中ではこう目標を設定して達成できない時の対処法であったり、スポーツ選手が現役を辞めるとこうなぜか生活が崩れてしまう、でその理由についてだったり、まあ、目標設定において本当に大切なことは何なのかなどなど人生のためになる教訓がたくさん公開されています。まあ、特にスポーツ選手が現役を辞めると崩れてしまう理由については、まあ、勉強になったなと思います。でなぜスポーツ選手が現役を辞めた途端に、生活が崩れてなんかもう身を滅ぼしてしまうのかというと、まあ、ここで話すわけにはいかないので続きが気になる人は X ファミリーオフィスに参加してこの音声のフルバージョンで確認してみてください。これね、下のリンクをクリックしたらその X ファミリーオフィスに参加する手順であったり、詳細がねレポートに書かれてますのでチェックしてみてください。この X ファミリーオフィスはですね、まあ、きちんと生活があるのにきちんと収入があるのに生活が楽にならないだったり、なぜか貯金がたまらないであったり、まあ、なんとなく今の生活に不満があるっていう、そういう人にお勧めしたいです。お金のゲームに打ち勝って生活にゆとりをもたらすことができるからです。僕自身この X ファミリーオフィスに参加する前はですね、収入はこうサラリーマンとしてまあ適当にあったわけですけども、でも自由な時間もなくて、何かね自分心の中に引っかかりみたいなのがあって、でなぜか、かなり手取りをもらったのに貯金がたまらないっていう状態が本当に続いていて、いつまで経っても生活の余裕ができないっていう状況だったんですね。だからそれがこの X ファミリーオフィスに参加して変わることができたので、あなたにもお勧めしてるっていうわけなんですけど、そう、人生って結構ほんの少しのマインドセットの修正で心の余裕が大きく変わったりします。ほんの一言がですね人生を変えるっていうことがまああるわけですね。僕自身もそういう体験を何度かしました。なんでこの X ファミリーオフィスに参加して仙人さんのね声言葉を聞くことであなたの人生が変わるんじゃないかなと僕自身はそんな風に思っています。もちろんこの X ファミリーオフィスを聞けば年収が1億円になるっていうわけではないと思います。しかし年収数百万円でも年に数回ね海外旅行行ったりだとか本当に好きなことを仕事にすることができたり、まあ、数千万単位の資産、まあ、もしくは億万長者になることができたり、そんなことが可能なんだよっていうことを知ることができるようになりますし、本当にすごく満足して心の安定っていうのが手に入ります。あなたがいくら稼いでもなんとなく大変、なんとなくつまらない、
なんとなく余裕がないって思ってるなら、原因はこのお金の守りの部分にあると思うので、うん、この X ファミリーオフィスに参加してください。で、まあでも私にできるのかなって思う人もいると思うんですけど、この X ファミリーオフィスは1ヶ月間完全に無料でお試しすることができます。なんで今すぐ参加して1ヶ月だけ試してみてほしいんですよね。で、1ヶ月やってみて合わないと思ったらすぐに、うん、解約すればもうあなたは0円でリスクは全くないので、うん、もう試してみてほしいんですね。そうってことで、まあ、本気でこのプログラムをお勧めさせてもらっていますので、まずはこのね下のリンクをクリックしてレポートを確認してみてください。ってことで最後までご覧いただきありがとうございました。それじゃあ今日も一日ね楽しんでいきましょう。それではまた、バイビー。